こんにちは、授業準備 TV のサッキーです。本日はオンライン授業を行った先生の実体験をご紹介していきます。地域や学校によってさまざまな対応が行われている今、中には初めてオンライン授業に取り組んだという先生もいらっしゃるかもしれません。前例のない取り組みだからこそ、他の学校ではどうしているのかという疑問をお持ちの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。本日は課題設定、課題提出、実際にあったお問い合わせという3つの観点で、すでに活用されている先生の投稿をご紹介していきます。まずは課題設定に関して、オンラインは家だからこそできる、普段学校ではできない学習を設定するにはもってこいです。例えば国語だと、家の中にある漢字を見つけ意味を調べたり、読書の感想文を書いたり、理科でしたら動画を見て分かったことをまとめたり、自分の身の回りにある自然を見つけて写真を撮ってみたり、スケッチをしたり、社会でしたらニュースや新聞から製図について調べたりなど、身近な題材を生かした学習にぴったりです。投稿者の先生がやってみて意外と相性がいいと感じた教科は家庭科、家にあるお手伝いを見つけて実践したり、料理に挑戦したりと課題を設定したそうですよ。続いては課題提出について、オンライン授業を通して一番苦労されたのはこの課題提出だそうです。苦労したポイントは大きく分けて3つ。1つ目は課題の提出箱を毎回作らなくてはいけないということ。投稿者の先生はロイローノートにて作成した提出箱に課題を提出してもらっていたそうですが、一気に作ってしまうとどこに何を提出するのか子どもたちが混乱してしまうので、直前に設定をしていたそうです。2つ目は未提出の対応。時間までに提出していない子はチェックをし、提出の催促をします。催促をしても提出していない場合は Zoom で呼びかけ、それでも提出されない場合には電話対応をするというふうにしていたそうです。そもそも提出できないのか、忘れているのか、トラブルなのかなど原因は様々あるので対応が難しかったとのことでした。苦労されたこと3つ目はやり直しの確認。こちらは事前にやり方を提出していなかったため、声をかけてもなかなか提出されることがなく苦労したそうです。これらを踏まえた上で、もし今後も同じオンライン授業を行うのであれば、課題の提出状況の確認方法を保護者に事前に伝えておく、未提出の子はその日のうちに確認の電話をする、やり直しまでの課題のやり方をパターン化するなどの改善が必要だということを挙げてくださっています。最後に先生が実際に受けたお問い合わせの一部をご紹介します。1つ目はロイローノートにつながらないということ。こちらはサーバーが混乱している可能性が高いので、時間を空けてからもう一度試すように指示をしたところ解決したそうですよ。2つ目はロイローノートで課題の提出が間に合わないということ。こちらは提出の締め切りを過ぎても提出が可能なんて心配しなくて大丈夫と伝えたそうです。3つ目、 Zoom で音が出ない。こちらの問題が起こる原因の7割は、Zoom を起動後、インターネットを使用した通話をキャンセルにしていること。オーディオを押し、通話を許可するように指示をしました。残りの問題はハードの問題なので、設定、Zoom のアプリ、マイクを許可で対応してもらい解決したそうです。4、Zoom で他の雑音が大きすぎる。人数が多くなると雑音が多くなる傾向にありますので、不要な時には全員ミュートにしたり、発言者以外をミュートにしたりするように指示をしました。事前にこういう時にはこうしますと指導していくと、問い合わせが減り先生の負担も少なくなりそうですね。他にもお問い合わせ例をご紹介くださっていますので、詳細は概要欄のリンクからご覧ください。本日はオンライン授業に関する情報をお届けしました。実際に行った先生だからこそのリアルなお声、今後の実践の中でぜひお役立てください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。さようなら。